今回は三陸鉄道で実際に起きたほっこり話と海外の反応をご紹介します。夏休みの午前10時ごろ、三陸鉄道南リアス線の線路に鹿が4頭一緒に現れるという珍事が発生しました。そのため列車は速度を落として運転し、鹿を追い出すまで警笛を鳴らしながら走行することになります。その際に撮影された鹿4頭が並走する写真を乗客がツイッターに投稿したところ、癒される鹿のスタンドバイミーですがなどと話題になったのです。また鹿のために列車のスピードを緩める様子にも、ほのぼのします、鹿だけに仕方ないなどほっこりした反応も。写真の投稿者さんも、お客さんの誰もが癒されましたよとツイートされており、車内の雰囲気も和やかだったようです。三陸鉄道によると、鹿4頭は釜石駅に着くと線路の外へと逃げていったそうです。鹿の登場により列車は2分遅れで終点に到着したのでした。それではこのほっこりエピソードに対する外国の方たちの反応をご覧ください。